3時間見ます。本当ですか？ありがとうございます。嬉しい。耳かけてみて。かけた方がいいですかね。ちょっとまだ久しぶりの前髪にあまり慣れてなくて。今日おしゃれでありがとうございます。そう、今まであのあれですよね、ずっと T シャツとかでやってたんで、なんかそうお洋服適当になってちゃなってたんですけど、考えました。ちゃんと考えたというか私服です。カラオケ行きました。真夏さんリスペクト。すいません。カラオケ何歌った？今日はですね、十年桜となんかいろいろ歌ったんですけど、あのクリス・ハートの I Love You とか、あとは乃木坂さんの曲も歌いました。気づいたら片思いとロマンティックイカ焼きと NMB さんの北川景子という曲を歌いました。踊りながら歌いました。ツインテールできますか？ツインテール、ちょっと待ってください。ツインテール、なんかすごいこの間のツインテールと全然違う感じですね。一気にロリ感というか。より若く見える。確かに。明日の M ステ見ます。ハートありがとうございます。今日は何するの？今日はですね、ライブ配信、ショールーム配信します。推薦コメントたくさん読みました。ありがとうございます。たくさん本当に読みました。ちゃんと読みましたよ。ありがとうございます。頑張ろうと思いました。人狼やったことあります。キッキュさんコメント読みました。ツイッターも見ました。なんか企画しよう。そうなんです、なんか企画をしたくてね。昨日お絵描き本当に楽しかったんですけど、楽しかったので、なんか他にもいろんな企画したいなって思うんですけど、なんかないですか？歯ブラシ効いてるやつ誰やねん。本当ですよ。イナヤンさんこんばんは。ほっぺた引っ張って。何大会ですか？モノマネクイズ。モノマネクイズのモノマネ大会、みんな好きですね。私も嫌いじゃないです。お悩み相談コーナーはちょっと発言が難しいので控えます。モノマネ当ていいですね。ジェスチャーゲームもいい。でもそれって私があれですよね、考えなきゃいけないんですよね。あ、じゃあジェスチャーゲームいいですね。ジェスチャーゲームやっていいですか？モノマネはまあ後でお願いします。後でします。でも喉潰さないの。ありがとうございます。今日も初見ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ジェスチャーゲームします。どうしようかな。ちょっと一回待ってください。今日あの3時間するんで
違うな、1時間50分50分50分1時間やるので少しずつたくさんやっていきたいと思います。最初はジェスチャーゲームします。どうしようかな。じゃあ一つ目は私の好きなものからジェスチャーゲームをします。どうしようかな。じゃあ開けてくださいね。いきます。あのお料理です、お料理です。どうしようかな。いきます。じゃん、ハサミです。これハサミ、今でここに袋があって、じゃん、え、早いちょっと待ってください、まだ作ってないです。じゃん、じゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃん、じゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃん、じゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃん、じゃかじゃんじゃんじゃん、じゃん、じゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃん、じゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃかじゃかじゃん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 、じゃ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 ん、丸があって、じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、じゃかじゃかじゃんじゃんじゃん。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃんじゃん、はい、あ、もうバレてますね。私これ始める前からバレてるんですけど伝わりましたか。で最後にこうくるっ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 てやっていくやつです。はい、皆さん正解です。たこ焼きです。たこ焼きそっか、言わなきゃよかったかな、すいません。動物もやって、動物やります。動物いきます。動物小さじゃないんですよね。あ、正解です。わかりやすいですか。怠け者です。コアラ、惜しい。シーサーじゃないですよ。怠け者です。正解です、皆さんフフ上手ですか。嬉しい。コーラ惜しいですよ。だってコーラもなんかこんな感じじゃないですか。そろそろ改めて、あ、そうだ、今日自己紹介忘れてた、すいません。自己紹介、ですね、はい、坂道合同オーディション候補者生に残りました。高校3年生の福岡県出身です。身長は157センチで血液型は B 型です。誕生日は8月22日です。好きな食べ物はたこ焼きとスルメとチータラと生ハムとイカの塩辛とオムライスです。あとチーズケーキも好きです。付け足せます、チーズケーキ。え、157センチって言いましたか、間違えた、すいません、欲が出ちゃいました。154センチです、すいません持っちゃいました。ちょっと書き直してきます後でそしてお気づきですか、ここに見えますかね、皆さん。今日はここにお友達が来てくれてます。ひよこのピオタくんです。誕生日まだです。気づきましたか皆さん、知ってましたか。さすが存在感がありますね。この子はですね、あ、コッコいいですね、コッコです。ひよこのコッコ。この子は、2ヶ月前ぐらいにいきなり私の机の上に現れて、多分、姉のなんですが、
なんか私のところがいいみたいで、机にいつの間にかいました。